マッチする束の間海に霧吹かし、密室するほどの祖国はありや。ご通行中の皆さん、私の訴えを聞いてください。私は民族派パンクバンド維新赤星塾のボーカル天宮かりんです。私は今のこの世の中が大嫌いです。そしてもっと嫌いなのは今ここ皆さんの目の前にいるバカで役立たずな自分自身です。私は何もない、何もできない、何者でもないくせに自分の苛立ちを人のせいにするのだけは得意で、嫌なことからはとことん逃げて限りなく低い致死率に少しだけ自分の運命をかける一人遊びの自殺未遂を繰り返し、やっとの思いで自分が生きていることを確認する、そんな迷惑な女でした。そしてこの世の中がどこにあるのかもわからない半径5メートルの世界から私を救ってくれたのが民族派の人々でした。このつかみどころのない漠然とした私の憤りに明確な言葉で形を与えてくれたのです。社会に近づくことができたのです。間違っているのはアメリカの属国になり下がった戦後民主主義の平和ボケ日本。今一度大和民族の誇り大きな柱を取り戻せば自分自身の生きる役割を見出せる、そんな大きな大きな物語はそこにはありました。皆さん、私の訴えを聞いてください。私はバカで役立たずな自分自身が嫌いです。そんな私がすがることのできる価値、絶対的に信じられる生きる意味を求め続けているということは間違っているのでしょうか。この腐り切った日本の中でこんな私が生きていく術が他にあるというのでしょうか。そしてこの映画をこれからご覧になる皆さん、今から100分後にそのことを私に教えてください。鳥肌が立った。理由はわからない。なぜか痛々しさを感じた。鏡に反射する屈折した光が鋭く胸に突き刺さるようなねじれた痛み。私は彼女と彼の話を聞きたいと思った。維新赤星塾ボーカル天宮かりん、塾長伊藤秀人。僕の名前は伊藤秀人、維新赤星塾塾長。この人がこの映画の監督。名前は土屋豊。僕は土屋さんが前に作った映画のことを知っていた。あなたは天皇の戦争責任についてどう思いますかという映画。上映の時、僕はスクリーンを切りに行こうと思っていた。あの戦争で散った英霊、そして天皇陛下に不敬極まりない言動を行う輩はどんなことがあっても許せない。撮影に入る前、土屋さんはその映画を僕に見せてくれた。土屋さんの危害を感じた。立場は違うが国体について考えるその一生懸命さは信じてもいいと思った。
本土決戦すれば勝てたのかもしれないでしょ。血じゃないと思うけどね。だって血なんて言えばさ、失敗だったでしょ、はっきり言えば、うん、そう言えばいいじゃん、そういう風に失敗で死んだんだって。だから朝鮮民族って言えば別に北も南もにもなく、あれは勝手にね、引かれたもんだから。なんでそんなに民族っていうのを批判もするんですか。二人の話はいつもなんだか噛み合わない。個人、民族、国家、そして天皇陛下、この人たちは本当に自分の言葉で語っているのだろうか。私にはよくわからない。私がわかっているのは、私の問題は私自身の中にあるということだ。そんで小学校と中学校がずっと9年間いじめられっぱなしで、小学校の高学年の時とか裸にされたりとかね、そういうすごく嫌ないじめを受けて、全存在を全否定だから、自分の存在をいじめられたら、だからちょっとすごい現実逃避な方に行ってしまって、ずっとその頃からシラフで生きてない感じはします。それで15、6歳の時からずっとビジュアル系の追っかけとかをしていて、そんでずっと家出ばっかりしてて、なんかあんまり学校とか、なんか全体的に全然居場所がなかったんで、それで18歳の時に伊藤さんのバンドの追っかけもしてて、なんかその時はすごくこう世の中全体をすごく恨んで呪ってたんだけど、なんでかわかんないけど、でもなんかでみんな死んでしまえばいいのにとか思ってるんだけど、落ち込んだ時とかになったら私が死んじゃえばいいんだと思って、ちょっとしたことでもすごい自殺未遂しちゃって、で初めてした時とかですごいみんな騒いでくれて、大事になったから、それでなんか自分の存在をすごい確かめることができて、人形を始めたのは、作り始めたのは18ぐらいの時で、その時は自分の内面みたいなのが表現できて面白かったし、それなりに面白かったんだけど、別に表現するほどの自分なんてないし、社会とも何の関わりもないし、なんかそういう出口の見えない中でやっていくことがすごい嫌で、社会から取り残されていくのがすごい怖くて。そう、私はすがれるもの、依存できるものを探していた。絶対に信じられる大きな物語を望んでいたのだ。私は雨宮さんにカメラを渡した。自分の物語を自分自身で作り上げるためにカメラは何かの役に立つのだろうか。私は大きな物語を疑っている。私自身はなんで民族派に入ったかっていうと、今のこの世の中がどこにあるのか分からなくて、今のこの国嫌いとか、今の社会が嫌いとか、自分が大嫌いで自殺未遂ばっかりしてたんですけれども、そういうところの原因はどこにあるのか分からなくて、それを言葉として言ってくれた人がたまたま民族派の人であり、この言葉で私は救われるってものすごく感じて、それで入ってしまいました。だってこんなにね、世の中の役に立ってるとかね、世の中とつながってるって思うの、民族とかなるしかないですもん。今のこの国何かとつながってるって、とりあえず小物の CD 化で消費者としての自分を確立したって、もうどうにもなんないじゃん、そんなの。反戦反逆反逆ばち、未来テレビは消しましょう。テレビで言ってる日本も民主も共産も、上海も平気も軍国も、自由付きでイデオロギー、ハーレンジでさ。まあずっと同じことばっかで繰り返しで、なんか面白いことあればって思いますけど。毎日は同じように過ぎていく。もうつまんなくもないけど面白くない。でもなん
みたいな若造が言うのもどうかと思うんだけど、みんな平和ボケしてますよね。それは思うかな。私は7日から14日まで北西に行って、あのチュチェ思想を学んできますけど、その成果を土屋さんに報告するのがとっても楽しみです。天皇されるんでね。今日は2月2日、うん、だよね。で、塩見さんに急に呼び出されて、ただいま自主日本の会の事務所におります。では塩見隆也さんに雨宮狩りについて聞きたいと思います。うん、何がやんかな。切られてるみたいじゃないですか。いきなり言われてもわからない。雨宮さんは元赤軍派議長塩見隆也さんに誘われて北朝鮮に行くことになった。塩見さんと僕たちはいわゆる左と右、人から見れば正反対かもしれないが、民族を思う人間に右も左も関係ないと僕は思っている。雨宮さんは空っぽな半径5メートルの世界から淀川事件という時代の中へ、北朝鮮というテレビニュースの中へ入っていく。社会とつながっているという充実感、虚構のような現実、どこか共通してて、要するにな、反米で一致してるわけ。反米民で、反米を徹底した場合にはアメリカの敵の敵は味方だっていうのね、そういうことも含めてな、あの朝鮮を見とく必要があるというふうに彼らに言ってるわけ。ではこれから北朝鮮に向かうんですけど、今回はどういうつもりで行くというか、目的というか。目的、いや考えたんですけど、全然行く目的ないんですよね。まあとりあえずまず見てきて、うん、反北とか新北の本ばっかり読んでてもしょうがないから、まず見に行って、あの、うん、そこでの自分の気持ちの、あの動きというか、そういうのを確認してこようと思って。伊藤さん、やっぱちょっと心配ですか。いやーね、やっぱりちょっと心配ですね。無事に帰ってこれるかどうか。私も自分で自分が心配だけど、別に日本にいてもね、いろいろ心配だし、ここ行っても心配だからいい。日本にいたって心配や、心配だもんね。行ってくるから。はい、なんか出たらちゃんと帰国運動して。帰国運動する。家で助けに来てね。ああ、寂しいですね。知ってる。天宮さんを送った帰り、土屋さんと話した。二人だけで話したのはこの時が初めてだったと思う。髪型が冴えない男からの脱却っていうのが一番強いのかな。冴えない男の脱却と今の対米自立みたいなその思想っていうのはかなりこう結びついてるのか、あるいは後からこうなんとなく頭の中で結びつけちゃったものなのかっていうか。あ完全後からって、なんかそういう自分に対してその自信はやっぱりどうしても言いたいっていうか、そのあやふやでせざるを得ない、なんかやらざるを得ない、その元のになっているその主張みたいなことが、その主張すらも自信がなくあやふやなのか、いや、そこだけはちゃんと自信を持ってやってるんだっていうのがあるのかっていうことなんですけど。ダメかな、僕こういう回りくどい言い方しかできないですね。要するに確信を得るために自分自身に言ってる、よく自分自身に言い聞かせてる、それだけ。今のこの気だるさですよね、気だるさを、こんなんつまんないってことなんですよね。で、自分もそういう気だるい中にいたくないって、俺はもっと
冴え渡る男になりたいんだっていうような、一つだけどうしても大嫌いな風潮があるんですね。一生懸命やること自体をもうバカにする風潮、これだけはもう断固粉砕ですよ。その象徴を僕はやっぱり靖国神社っていうのを求めるし、あと本当に一生懸命死ぬなんて覚悟なきゃ戦場に行って死ねない、そういう人たちのことを尊敬もしなければ不敬極まれないことをやってしまうっていうのは、僕はやっぱりこれが一番の敵だと思うから、伊藤さん、今の世の中を見た時に、社会とこう、密接に関わっていなくて、その毎日こう なんかこうふやふやっとしたような感じがあって、本当そうですね。なんかこう生きてるっていう実感みたいなのがなんかこう得られなくて、でふとっていうか、その当時のその戦争のことを聞いたり見たりした時に、なんかもう生きてるそのものがきちっとこう社会とつながっていて、でなおかつそこで、あ、そうですね、本当そうです、なんていうか、なんかのために死ぬっていう一生懸命さっていうか、その一生懸命さがストレートに認められた時代っていうか、なんかそういうのに対してこう憧れ、まあ憧れなんだろうな、今の時代にないものとして、そういうのは憧れ、いやもう本当そういうふうに、本当そういうふうに僕の考えがそういうふうに分析されて、それは一番図星です。こんなことやったってしゃあないなんていうような反発心はない。ただ純粋に国のためにみんな男も女も尽くしたからね、それだけで最後の一人まで戦うんだと、で特攻隊それだから成仏を飛ばしたんだと、もう絶対負けなんてことありえないと、そういう気でいました。天皇陛下とかね、それから戦死した先輩たちとか、そういう人たちを信じて俺たちも頑張らなくちゃならないと。国のため、天皇陛下のためね、それは国のためじゃねえだろ、人殺しだよ今思えばね、まあバカなことさせもってね。16歳ぐらいからすごい寺山オタクだったから、あの革命家だとか、なんか政治運動やってる人だとか、全共闘関係だとか、そういうことにはすごい興味があって、それであの人はすぐ個人と国家だとか、あと家族を国家に例えたりするから、私はあの寺山とかが淀川をハイジャックした人たちのことを、あの彼らはもう死傷して二度と帰ってこなくて、彼らが見た、死傷した時に見た空は一体どんな空だったのだろうかみたいなことを言ってて、もう二度と帰ってこないということで行った、淀川の人たちが一体どんな思いで行って、どんな思いで行ってたんだろうっていうことがすごい知りたくて、だからすごい楽しみですね、明日お会いできるのが。あとすごい実感がないというか、こっちのなんか建物とか何を見てもすごい実感がないんですけれども、よくよく考えてみると、私は凱旋で演説してる時も実感がないし、ライブやってる時も実感がないし、傍から見たらものすごい必死に張り切って情熱的にやってるように見られるんですけれども、だから多分何かそういう北朝鮮にまで死傷しちゃうとか、なんか特攻隊員みたいになんか国のために死ぬとか、そういう命をかけるみたいなことを突き詰められたら、初めてあのいろんなことの実感が湧くような気がして、それで政治運動をやってるような気がします。とりあえず私、じゃあこれから平壌に向かうので、しおみさん一言。皆さん、ニンニクカル料理頑張ります。もう帰ってこれないかもしれません。どうするんですか。とうとう平壌に着きました。飛行機の中でもずっと革命がかかって。撮ってるんですか。撮ってます？はい。いや、とうとう来ました、平壌に。じゃあ、包丁団代表ということで。じゃあ、2人行きます。2人で。今、2人行きます。一緒に待ってましょう。
ベーシスト若林さんという、でも結構会ってるとすごい普通に感じで、とっても楽しい時を過ごしております。あ、今維新石成塾の第三次決起集会のビデオを皆さんに見てもらったところです、うん、お前ら分かってるんかとかね、なんかそんなような感じのところあったけど、はい、ああいう時はなんかこうあんましね、こう目くらじ立てて目くらじだったね、目くじらですよ、目くじら右の思想とか、あるいは左の思想とか、そういうんじゃなくてね、何が我々の思想かと、結局日本内だから、うんね、我々も自主独立のためにどうぞどうぞ俺はそのことその時期自身をね、うん、一方でこう考えながら、うん、あったのは あるんですね。国を愛してるもの、民族を愛してるものは俺だけだ、うん、なんでお前らそんなそういうのに気がつかないんだ、はい、はいはいはい、ね、すごい、おい、どうするのか、ついと死をかけた戦いが止まれてるって彼女が言ったことよ、私が言ったんじゃないまだそうだな、いや私はそうだ、そういう人がいるって、まあ、非常に面白かったです。本当のそういう国のために我々が戦えるようなね、そういうような日本に、そういう作っていきたいということをこの石成塾のアイテーション決起集会から我々は回答をね、あります。本当に平壌なんですかね。なんかでも若林さんとかからハイジャックギャグを聞いたり、国内料金でここに来たとか、あと海外旅行が初めてだって言ったら、俺もここが初めてで北朝鮮が初めての海外旅行だとかって言ってて、すごく面白い人たちで、で今日はこれから皆さんで平壌とか、あと万境台とかいろんなとこを観光に連れてってもらいます。それからこっちに戻ってきたのが2時過ぎで、そしてそのまま3時から民族についての討論会、そして7時半からアン・ジュンコン の、映画を見て、それでその映画を見終わってから今まで討論をしておりました。みんな頭いい、もう全然話についていけない、もう分刻みでスケジュールが決まってて、すっごい疲れる、もう帰りたい、私観光できたのになんでこんな目に遭ってるんだ。なんか私が右翼なこともなんか正されそうだし、できれば似てるんだから、
2月11日建国記念日、外は雪が降ってます。これから靖国神社に行ってきます。やっぱり俺は天皇制は嫌だし、前のあの戦争はひどい戦争だったと思うし、日本は間違ってたと思うし、俺に欲しいのは俺自身に誇りが持ってるかどうかだけであって、そんな日本人の誇りなんていらないです。自分が一人で立っていられるか、それだけが俺の誇りだし、とか見に行って夕方に、それですっごいそれが楽しくて、なんかずっとこっちにいたいなとか思います。まあ今は状態としては北朝鮮は苦しいと、だけどそのみんなが信じてるものが団結できる一つのもの、チュチェ思想というのがあるから、それですごくみんながまとまって困難な状態も乗り越えられるということを聞きました。それは今日本に一番ないもので、みんなが団結するに値する価値観とかがなくて、私も何かに属したくて帰属したくて民族派になったんですけれども、私はここに生まれてたら絶対すごい幸せだと思います。悲しいことに今日一泊したらもう明日の朝にはここを立ってまた北京に向かうわけなんですが、今日は託児所とあともう一つどっか連れてってもらって、あとは夜お別れパーティーでカラオケをやることになっております。朝鮮民主主義人民共和国より凱旋いたしました。乾杯。飛び出してくる。天宮さんが帰ってきた。伊藤さんと3人で帰国を祝って飲んだ。結局そうやって戦後そういう民主主義、戦後の民主主義の中で自由だ個人が大切だっていうことで育ってきた天宮さんがそれをその場に行って見ると、人の国の話なんだけどここに信じないものがあるってことで惹かれちゃうわけですよ。だから一番日本に一番今ないものが一番ある国なのよ、うん、なんでそれを続けられるかって、なんで他の国が崩壊してなんでそれを続けられるかっていうと、結局はそういう偉大なその主席を抱いて、そしてその上にみんながそういう一つの思想のもとで団結して、それで辛い時こそみんなで乗り切ろうっていう感覚があるから、その団結力と本当にみんなを思いやる心があるからみんながいけるんだって。まさに戦前の日本だね、うん、とにかく全部信じるっていうところから始まってんの。愛する信じるから始まってるんですよ、うん、本当にこんなに人間的で人間の本質をこうやって貫ける国はないって言われて、そういうこと言われると私は今の日本はなんかみんな個人主義で民族とかないことにしてて、すごい個人主義のしんどさの中で、うん、なんかそれで切れちゃったりね、うん、そういうことになるわけじゃないですか、うん、自殺しちゃったりとかなんか急痛とかでなんか知らない人とそうやって、うん、なんか知らない人とだけ話をして友達には悩みとか言えないのに、うん、だそういうことを考えるとやっぱ子供たちもいじめも全くないっていうしね、大勢集まりたいなっ
ていう大家族的なものをすごい望んじゃうから、うん、その範囲がどこまでかったら、うん、あ、その習慣語が共通に持てる人たちまでかなっていうのがあるんですね。うん、民族って言ったら楽なんだよ。みんなと繋がれるんだって。そうそうそう。すごいなんかそれがすごい嬉しくって、うん、うん、そういう嬉しさはあった。うん、まあだからね、そのマイノリティの問題もあって、その少数派あるでしょ。うんうん、その貴族のその意識として帰属する場所として俺は民族っていうのを全然求めていなくて、私なんか小学校の頃レズで女の子と三角関係になってて、うん、それがすごい私が二股かけてて女の子で小6ぐらいでねそれが PTA で問題だったんですよ。PTA で問題だったの。そしたらね、私が学校行くだけでね、小学校行く学校に行くそういう通学途中でね、うんうん、PTA のその辺のおばさんから窓開けてね、私のこと怒鳴るんですよ。怒鳴りつけるの。だから、PTA とか学校っていうのも共同体じゃないですか。そこから私はすごい攻撃されたんですよ。で、そのちっちゃな共同体の中にある怖さ、村八分になる怖さ、すっごいあるから、だから、なんか、ある程度のね、会社とか学校とかってとこでは、自分は絶対迫害されるんじゃないかっていう怖さがあるから、バーンと民族って言っちゃうと、多分民族の中には誰か信じられる人がいるし、うん、民族っていうとなんか共通の意識もあるし、うん、なんか自分もすごい救済される、うん、まあだからね、その僕の違和感感じは民族主義って言ったところにもちろん偏見とかもいろいろありながら思うのは、やっぱりそこに必ず抑圧が生じると思っちゃうから、うん、それはだからだってみんなそれぞれ違うんだから、ここ3人いて3人とも違うようにみんな違うわけだから、うん、そんなの一個にすることの無理っていうのは絶対どこかに生じるから、それがすごいね、気になるところがある。でも民族を語るときっていうのは、民族とは何ぞやったら、まず人ありき、人の歴史ありきっていうところにも確実に行くから。でもさ、なんかさ、やっぱりさ、個人の欲求の中で、民族でも公共体でも何でもいいけど、なんか帰属するとこに、なんか信じられる帰属するものがあってほしいっていうのは欲求、個人の欲求であるわけじゃないですか。でそれがたまたま民族に行ってるだけで、結局私の欲求なんですよ、民族っていうのは。私も思いっきりキム・イルソン主席を信奉して生活していけたらすごい幸せなこと。なんでこんな洗脳されやすいんだろうっていうか、もう洗脳されたがってるんです私が、多分。すっごいもうなんかもう究極的に信じられるものっていうのをすっごい求めてるから、うん、だからちょっとでも信じられそうなものにもうすぐ座りついちゃうんだよね。そんなもん存在しんってことがなんでわかんないの。はっ、そんなもん存在しないの。当たり前じゃん。なんで信じるものは自分しかいないってことで。えっ、天皇陛下は俺からすると、うん、だからただ尊敬信じてないの。ん、信じてないの。信じては確かにいるけどさ、うん、天皇陛下に依存してるのかもしれないっていう、結局すがるもんなんて自分しかないんだよ。だって自分なんてないもん。自分なんて初めからない。自分なんてものはないですよね。やっぱりこう話せば話すほど彼女や彼の持っていることにどんどん近づいていって、すごく二人のことがすごく好きになってると思います。民族っていうことと個人っていうことの考え、そのくくり方の違いっていうので、どうしてもまだどうも分かんないところがあって、そこはまだまだこれからやっていこうと思っていて、雨宮さんのスタンスっていうか考え方はよく分かってる、 よくか分かんないけど、かなり分かってるつもりで、すごくこう素直な人だなっていうふうに思ってます。わかんない、まあそういうことです。寒い。なんか私このビデオの撮影を始めて
当時すごい気がかりなことがあるんですけど、なんか土屋さんって私のこと好きなんじゃん。なんかね、すごい惚れてるかもしれない。だからどうしようと思って、すごい悪いなって思うんですよ。でもそしたら私がそう思うっていうことは、もしかしたら土屋さんがね、そのね、監督の人としてのね、才能がすごいあるからそう思うのかもしれない。うん、だって会った時からね、勝手にね、一番の理解者と思うようなね、ことばっかり言ってて、多分だからそれも、あの、撮影する時の技だな、多分。うん、今日の12時、昼の、西尾さんから電話が来て、あの、昨日の夜、日本に帰ってきたそうです。また塩見さんからなんか話を聞くと、なんかまた北朝鮮モードに入っちゃって、それで自主日本の会っていうか塩見さんの事務所で包丁の報告会とかやることになってるし、明日は一水会で北朝鮮の情勢について喋るし、なんか北朝鮮とか行ったり民族派になったりすれば必要とされるから、ちょっとはそれでやってんのかなと思う。だって結局私は予定が入った時が一番嬉しいですよ。だからすごいどっか下心があるのかなっていうか、邪念があるのは百も承知、分かってます。まあ明日の一水会の現代講座はとりあえずノートに、北朝鮮でまとめたノート書いてあること読めばなんとか済みそうだし、そんなに私に政治的発言を一水会が期待してるとも思えないので、まあ適当に。なんか日記なんですけど、今日はムカついたことも忘れちゃうんだよね。ほんともう全部忘れちゃった、うん、仕事の後です。じゃあ歌うなんてもう忘れちゃった日記じゃないやん全然ああ明日一水会だ。一水会の勉強会じゃん、現代講座で喋るけど、全然内容は適当で、お土産自慢をしようと思って。やっぱ慣れてますね、ちゃんとこういう、あ、もう喋るのね、ちゃんとできる。すごい、だから撮影始まってからずっともう監督リード取らないんですよ、サボって。雨宮さんは新右翼団体一水会職長の木村光弘氏に誘われ、北朝鮮の報告をすることになった。たまには自分で撮影しないと雨宮さんに嫌われる。北朝鮮を訪問された雨宮佳林さんの方から、2月7日から14日まで1週間。うん、あとはじゃがいも革命っていうのが今年のスローガンで、やっぱ団結心とか言われたら、こう民族派としては一応ちょっとくすぐられるじゃないですか。じゃあどうもありがとうございました。二次会やりますんで、また今日は一水会の現代講座で30分ぐらい北朝鮮に行ってきたから、その話をして、なんか私はすっごい落ち込んじゃって、なんか別になんか必要とされてないっていうか、一水会において必要とされるっていうのは、適当に政治の話にお酒飲んで管巻いてりゃ別にすごい仲間として受け入れられるし、全然頑張ってもしょうがないし。ねえ伊藤さん、うん、ねえバカだよね私。一水会現代講座成功、乾杯。乾杯。
参加してるなんか言ってるよ。なんか結局国のこと考えてる人なんていないんじゃんと思う。一水会とか言ったら別にそんな政治の話なんてしてないし、本当の国士とか本当の同士ってどこにいるんだろうってすっごいすっごい不安になる。自分が本当の国士で、私は国士だよ。いや、なんと知ってたらさ、私は国士だと思ってるよ。だけど全然国士がいないんだもん。それは君自身もまだ力不足っていう。うるさいって私が喋ってんのに話しかけないで。あんたに喋ってんだ、微動に喋ってんだから。だって国内でさ凱旋やってたじゃん、どうしようもないもん。そうだ、うん、そうだ。立派な活動家、次の世代を担う活動家ですよ。ただ一人のもういないんだから。私いなかったら、私いなかったらもう右翼終わるんだから。ちゃんと育ててくださいなんでさっき雨宮さんと伊藤さんから電話があって、なんか雨宮さんが落ち込んでるという感じでしたけれど、だから本当に国士なんかいないいないです。全然もうすっごい嫌、なんかげんなり、なんか、うん、そうやってどっかに期待するから結局幻滅しちゃうから、いつもすっごい過剰にある組織とかある団体に期待してすっごいげんなりすることがすごいたくさんあるから、人に期待するのはやめよう。雨宮さんなんかもう自分が認められたいっていうことでいろいろこう苦しんだり辛かったりしてて、である日そういう民族派の団体に知り合ってどんどんこう存在感を得ていくみたいなところもあったと思うんだけど、それのやっぱ それだけだと全然面白くなくて、そこから先をどう考えていくのかっていうことについて雨宮さんも気づいているので、だからすごい違和感感じたなと思うんだけど。超国家主義、民族の主同盟、医師の会、私がのめり込んでいた政治運動、私を半径5メートルの世界から連れ出してくれた人たち。今から50数年前、日本にはもっとさまざまな義務がありました。それはこの国を守る義務であり、そしてこの国のために戦う義務であり、でも組織としての同盟は絶対的に信じきれるものではなかった。そしてそうやって同盟にすがり続けている自分がなぜか耐えられなくもなっていた。僕たちは自分自身の力で動かなければならない、そう思い始めていた。でも私はどうやってこの社会とつながっていけばいいのだろう。この腐った世の中と役立たずの私との接点はどこかにあるのだろうか。新石成塾に新しいギタリスト田中海太郎さんが入った。彼はいわゆる左的な思想の持ち主だ。でも今の僕たちにとってそれはいいことだと思う。まあ、僕の考えからあんまりこだわりないんですけど、一番最初の君が代の時は多分あんまり、まあ、考え方がちょっと違うなっていうのは思いましたけどね。今大問題勃発、まあいっか、どうでもね。
あれは歴史の史実の象徴だものですから、それを踏みにじるイコール歴史を踏みにじるってことですね。歴史の史実を踏みにじる、歴史を踏みにじったら過去を踏みにじるっていうことは、現在の自分たちも否定してしまうっていうことに直結してしまうものですから、現在の自分たちを肯定するんであれば、肯定したいんであれば、日の丸君がよ、絶対に冒涜するような真似だけは僕はいけない。私はすごい政治運動の世界に結構自ら選んでいるくせに、なんかすっごい右でも左でもそこにいる人たちをどっかすごい軽蔑しちゃう時があって、それは多分ね、そうやってなんか社会とか、なんか世の中とか、国家とか国とか、いろんな世界情勢とか真っ向からこう否定したり、なんかそれを論じたりすることでしか、なんか社会とかと関わることができない人の集まりでもあるような気がすごいして、すっごいそこに疑問を感じる。だから政治運動やってる人はすっごいどっか大好きでもあるんだけど、なんか自分がそうだからそう思うのかもしれないけど、どっか、なんかね、嫌だなって思っちゃう瞬間がある。今日昼ブリーチしたんだけど、こんな感じです、はあ、眠た、おやすみなさい。何の感想もない、頑張って稼ぎたいと思います。で、早く北朝鮮とインドとイラクに行きたいです。早くまた北朝鮮に行きたいです。なんかやばいよね、私どこでも行きたがって、なんかね、政治運動やってることもいろいろ行ったりするのも、なんか全部ね、こうそういう目的がないとなんか生きていくの辛いじゃん、なんかいろいろと。だからそれのね、ためになんか日常の苦しさを和らげるための道具かもしれない。殺されたりするかもしれないって思う時ってすごい充実するっていうか、あ、生きてるって感じするし、そんなことなかったら普段生きてるか死んでるかもわかんないし、民族派始めてからもなんかこう危険な目に遭えば遭うほど、自分が危ういもう危険な、こういうこと言ったら危なくなるって分かりながら発言してる時ってやっぱものすごいこう充実感があって、だって何もないじゃん、政治運動なんかやってなかったら。日々その天海さんの日常生活みたいなのってのはどういう感じなんですか？つまんないですね。ああ、つまんない、退屈ですね。生きてるか死んでるか分かんないですね。でもキャバクラとかのバイトは別にそんなつまんなくはないでしょ？何もしてないよりはマシ。でもみんな退屈なんじゃん、多いんじゃないですかね、そういう人は。その何も変わらない、この国が変わんない。最初からなんかこう、諦めちゃってるみたいな。だって絶対ノストラダムスとか来ないでしょ、終わんないでしょ、世紀末とか言って、これがずっと続いていくんですよ、このうだるような平和が。それが嫌だ、すっごく嫌だ。それで、こう民族思想っていうか、そういうのにたどり着いたみたいな感じですか？だってそう、戦後民主主義とかアメリカと帝国主義とかが今のすごい居心地の悪い社会の元凶とか聞いたらすごい、あ、そうやったのか、すごい納得だもん、納得したもん、初めて聞いた時。全部なんか霧が晴れるようにね、解明されたの、私の全ての悩みとなんか絶望感が。だからそうやってね、いつも
なんか敵を作って、見えない敵を作って想定して、なんか怒って、なんか政治運動とかをやってないと社会とか国とかと全部つながってるって実感できないのが私の病気かな。雨宮さんの思いはよくわかる。この社会を覆っている被膜、この空虚な感じは一体何だろう。雨宮さんはそれを戦後民主主義とアメリカ、私はそれを天皇制によるものだと思いたがっている。でもその飛躍の間に何かがあるのだと思う。個人と社会の間、空虚な日常と物語としての国家。時々夢見んですよ。あの友達が、ね、死んだ時のアメリカの飛行機の根を爆弾に落とされて。本当今は社会のためより自分のためっていう人が絶対多いと思うんですよ。その日付になったのはやっぱり声優だというようなことですからね。死にたいとか考えたこともありましたけど、あのね、もうちょっと政治家がね、明治大正時代の自分の欲を捨てて国のためにやってもらいたいなってことは常に考えてる。こうしてる間にコソボでは何十人も死んでんだなっていう。人に役に立ってね、何か喜ばれることを喜びにしてるわけ。僕はね、国のためじゃなくて人間のためっていう、人のためですね。なんかちょっとでも崩れかけてるかなっていうのは思いませんか。だから人間性のない人が今ものすごく多い。自分が宗教みたいなところあるじゃないですか。自分しか信じられないみたいな。このままでは日本民族は終わらないぞっていうか、このままではね。あ、そう、そんでね、委員長にね、辞めるって電話かけるっていうのね、なんか伊藤さんが踏ん切りつかなくて、なかなかできない。で、私ほら、最初に口引きってもらえないと絶対言えないし、っていうか、そんなことに関わりたくない方だし、できるだけ嫌なこと全部伊藤さんにつけてるから。うん。だから、まだしてないです。で、伊藤さんに、委員長に電話かけろかけろ言ってるんだけど、なんだかんでってかけないんですよね。なんでだよ。あ、いいや。もしもし。もしもし。あの、委員長ですか。あの、お久しぶりです。あの、伊藤です。お久しぶりです。あの、委員長ですね、あのちょっと折り入って話があるんですが、あの委員長、僕大変申し訳ないんですけど、あの僕維新の会の方脱会させていただきたいんですよ。あの、僕と雨宮いろいろちょっと悩みまして、うん、でまあいやでも、委員長にはまあ大変、あの、やっぱすごいお世話になったし、一生懸命僕たちが僕たちなりのやり方をすると、その同盟にとってマイナスになっててしまうっていう要素がやっぱりあった部分とかもあって、そういう部分を考えて、あ、僕は辞めた方がいいのかなって思いまして、やっぱすごいきっかけを委員長が与えてくださったものですから、これはきっかけを与えてくださるということはもう一番重要なことなぐらい重要なことでありますし、あの、雨宮横にいるんですけど、よろしかったら雨宮の方にもよろしいでしょうか。あ、もしもし。あ、ご無沙汰してます。すみません、急にこんな電話を。でもなんか、あの、同盟の名に恥じぬよう、あの、頑張っていきますので。はいはい、すみません。じゃあ、ありがとうございます。すいませんでした。はい、じゃあ、あ、はい、じゃあ、失礼します。あ、はい、失礼します。はい。
あの同盟の方々並びに委員長、あのこの映像をもし見てるんであれば恨まないでください。あの僕ですが、全てをさらけ出すことのみですか己自身を表現することができませんので、その辺はご了承ください。なんかすごいいい人、ちょっと待ってください。すごい、どういう話になったの。私なんか、頑張って応援してるからって言われて寂しい。いやでも組織がなくなるっていう、後ろに組織がなくなるってことは絶対今必要なの。もう本当にね、あの一人でなんだけどダメなの。何もね、後ろに何もない状態がいいの、いいっていうか、だなきゃね、うん、に今そういう助言しなきゃ前へ進めないんだよ、うん、まあ土屋さんが好きな個人となんとかじゃないの。土屋さんが好きな、でも個人がどうこうって言ってるじゃん。だ多分ね、組織にいたらね、私の個人の確立には絶対されない。それは民族アイルにとってもう命取りだと思うし、個人主義なわけじゃないんだよ、個人主義じゃないけど、組織とかなんか頼れててすがれるものがあっちゃいけないの。いや本当にね、今日境にね、本当に新生雨宮かりん、新生雨宮かりん、新民族派闘争ね、新生雨宮かりん、君はそれでいいよ、俺は新民族派闘争を本当にこれからやってるよ。新生雨宮かりん、やっぱり民族がなきゃね。で、あの最初ね、前奏がなかったじゃん、うん、前奏を入れたの。私、うん、同盟を辞めた、んライブも決まった、私は一人で立てるかもしれないという期待と大きな柱を失ったような不安の間で揺れ動いていた、うん、前奏がないとね、勃発立てろ、言えるの。何がすぐ入れてもうチャキチャキ言って全部、あの伊藤さんの歌の後にリバー、本当に育ててくれたのは人長だし、もうきっかけを与えてくれたのもあの人だし、目覚めさせてくれたのもあの人だし、なんか辞めてからものすごい、すっごいなんかまた尊敬しちゃって信頼しちゃって、うん、何なんだろうこういう心の動きって。こうやって辞めちゃってもう何もない状態、自分で全部背負わなくちゃいけない状態になってものすごい心細くて、なんか私がいけないんだろうけど、院長のね助言をね仰ぎたくなる、うん、なんかだってどうしていいか分かんなくて絶対来るから、今もどうしていいか分かんないもん、うん、これからものすごい変わっていくと思うけど、状況がいろいろと、うん、なんか本当に指示を仰ぎたい心の底から。もうなんかそういうのないと、今までこう団体の交流として作ってたもので動いてたから、それをね私と伊藤さんで作れって言われたってね、新しい状況になってきたら絶っごい自信ない。私は正常でやること自体に疑問ない。だからそれが俺はね、見識の違いなんかね、で争いたくないっていうことだね、うん、あと、なんていうのかな、いや、それもくだらないね、見識の違いとかね、見識の違いは一番くだらない。だから、左と喋っててさ、向こうがガッと言ってくるともう私喋る気なくなっちゃってさ、参考作戦あったんだ、15人 F20 万いたんだってさ言われるとさ、もう、あ、この人議論するつもりも何もないんだと思って、押し付けることしかしないんだと思って、っていうかね、俺からするともうそんなところも議論する必要もないんだ。うん、いや、わかるよ、うん、でね、政治運動、政治イコール人じゃん、うん、要するに人がどうより良い社会をさ運営していくために政治はあるんだしさ。だから私なんか政治運動やってるの何がさ目的だったかもだんだん本当分かんなくなってきちゃってさ、左翼がガーって言ってきたら論破しなきゃって思うんだけど、その根拠ってさ左に勝たなきゃっていうなんか根拠なわけじゃん。そう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 、すっごいだからそれで左に勝つためにやってるわけじゃないのに、そうそうそう、左と議論して勝つことをすごい目的になっちゃって
ってる瞬間って絶対あるし、過ごした時自分が怖いの。なんかそれがね、こんなこと目的じゃない、うん、私は右翼も左翼も相手にしたくない、はっきり言って。なんでかというと日本人の 99.9% なんて、右翼がどうした左翼がどうしたそんなことどうでもいいから、日本人の 99.9% に訴えたいわけで、 0.1% の右翼左翼なんかどうでもいいの。その人たちに受け入れられなくてもいいの、そっからバカって言われても。でも気づいてみたら自分もその同じ穴の無地なにいて、左翼に言われたことに本気で腹立っちゃってやってる自分とかがすごい怖いし、すごいだから麻痺してって、うん、そうだね。だからこっちがこう言われたら、ああ言い返さなきゃいけないとか、こう来るだろうからこういうふうに自分は見解を持たなきゃいけない、要するに頭が右側に行っちゃったっていうか、うん、作っちゃったのよ。維新政治政治局第4次ヤルタポツダム体制打倒決起集会。君が笑わせてたのに笑っとったバカだもん。おいお前ら一体何を考えとるんだ。ヤルタ民族会エコーマパイ、ヤルタ民族会エコーマール国家の大学偉大なる進歩の一歩、そして新的政治の勝利、バッツァー。なんで途中やめんの。寝前とか外しまえよ、早く国旗を、我々の神聖な国旗を外して他の番なんか使わせない。維新赤星塾はライブの綿密な計算と、それを正確に進行させるためのリハーサルを繰り返す。しかし本番の心の動きは彼ら自身にも予測がつかない。過去に出演したライブハウスは全て出入り禁止。雨宮さんと伊藤さんにとってライブハウスは、そしてそこに集まる人たちも敵だったのかもしれない。なんか勝ち起こってるし、一人で俺たちの話を聞いてる時点で俺たちのペースなんだよ。当たり前じゃん。バカでしょ、ふってバカなんだよ。いや、気になるぞ。それ取っとけばよかったと思う。だって中華鍋とかなんだよ、そこら辺に俺らのが。みんな笑ってないんですよ。みんな笑ってますよ。いや、笑ってるんだけど、笑ってますよ。笑ってるんだけど、なんかやっぱ政治運動やってる人ってやっぱり人を駒と見る気質が絶対あって、うん、それがすごいおかしいと思う、うん、絶対おかしい、うんうん、同じこと言うんだもん。委員長からやっと逃れられたと思ったらみんな委員長と同じこと言うんだもん。団体辞めたやったらみんな同じ手法で来るんだもん、うん、僕たちは、まあ、自分たちが立たなきゃ、うん、本当にただ利用されてしまうんだけど、うん、そうそうそう、すっごいみんな利用してるしようとしてるのがすごい分かって、うん、てかもうあからさまに分かるから、うん、もうここで飲まれないためには自分がこれだっていう先立つものみたいなのガッとやっていくことしか、何ていうのかな、もう立っていられることもできなくなるから、それしかない。何もなければ頭数に見られないのよ。何かあれば頭数には見られない。何かちゃんとこう自分でなんかできる力があればプラス。だから俺たちは目標を、団体を作ることが目標ではなくて、うん、維新赤星塾という音楽でいかに表現していくかっていう部分に行ってしまう、うんうん、いや、行ってしまっていいです。行ってほしい。僕にはもうこういうふうにバカ正直にやっていく以外方法はないんですよ、うんうん、僕は絶対人はそんな悪いもんじゃないって僕は思いたいし、それを確認したいし、僕はもうバカ正直にこうやって分かり合えるんだ、絶対分かり合えることができるっていう、うん、ふうに認識で突き進んじゃって、うん、まあ俺のなんていうの、確信は作品にあるから、作品を見てほしいっていうしかないんですよ、やっぱり。いや僕もそうです、同じですよ。かっこいい。そうみんなみんな、いや物作ってる人はみんな絶対そうですよ、ね、確信はどこにあるの。なんか物作るっていいことですね。大好きですよ僕。何、まんじゅうでも作ってればじゃないよ。何かを表現するっていうのはムカつくんだって。すごい悲しいの。だから、あ、そう、頭数要員としての私と伊藤さんが必要なだけで、とんで私と伊藤さんとかが自主的に何かしようとすること自体がね、もう不毛だみたいに言われ、そういうこと感じない？うん、私とかここで自力でね、前の人たちのやってたこととは違う政治運動みたいなことやろうと思ったってさ、そんなこと無駄だとかってさ、すっげえムカつく。だからすごいもう自分のね、無力さをね、散々ね、なんか言われてるように感じるの。なんでみんなそうやって私とかをさ、過小評価するの？
とさ、そうやって頑張ってるんだからさ、見守ってくれたっていいじゃん。全然あんたそうやってズームとかやんないで気が散るから、もうちょっと近づけて。だからそういうことやらないでって使えなくなるでしょ。そしたらそれぐらいでいいんだよ、それぐらいで。てかだから自分がなんか世のため人のために偉いことやってんだから、それに人が賛同して当然ってことでしょ。いや結局は私は絶対そうなっちゃいけないと思うね。そういう人見るんですけどね、うん、絶対自分が世のため人のためしてるんだから、誰でも物のように扱っていいなんてこと絶対思っちゃいけないって、もう強く思ったね。なんでわかんないの、人それぞれやり方があるってこと。で私たちは自分たちなりのやり方を自分たちの世代の人間で模索してる。なんでわかんないの。私はそんなバカになりたくないもん、そんな駒になりたくないもん、自分の頭で考えてやりたいもん、うん、もん悪い以上だ。あんた何でこんなことやってんの。なんで右翼やってんの。なんで民族派やってんの。いやそれはもう 卒業でも違うな。なんていうの、いやそれはとりあえず団体は抜けたからね。だからなんで維新先進国とかやってんのって聞いてんの。あ、大義に目覚めてしまった。大義バーカ。なんか敵が何なのかも分かんないんだよね、うん、敵が見えない時代です。ただね、何か間違ってるとは思うしね。多分結局皮膚感覚でなんか違うなっていうやつだから、言葉にもあんまりできないし、なんか敵もよくわかんないし、だけど今の世の中本当に好きかとか、今のこの日本のために死ねるかとかって言ったら絶対ね、好きじゃないし死ねないし、なんかさ、そういうさ、国への不安と自分の不安を一緒くたにもうぐっちゃ無駄にしちゃってさ、うん、それで立ち上がれとかさ言ってるわけだからさ、うん、もう自分の不満も不安も国の不満も不安も将来への自分の将来の不安も国の不安 もう全部こう邪魔ぜにしてさ、それでさ、もう私たちは立ち上がれねばならないって私は必死に自分に多分言い聞かせてんだと思う。そうだから維新赤成塾は俺はもうほとんど自分に言い聞かせてるのみ。皆様もご存知かとは思いますが、今日本国内日の丸君が代論争というものが存在します。日の丸は日本の国旗かどうか、君が代が日本の国家かどうかということが大変議論されておりますが、私はそのような議論は大いに結構なことだとは思いますが、ただ日の丸君が代を冒涜するまでだけは私は決して許すことができないのであります。日の丸君が代を冒涜する輩ども、日本国が用意追放せよ、追放せよと言ったらどうですか、これぐらいですか。いいぜ、いいぜ。日の丸を見て、そして君が代を歌い、我々のご先祖様は挙国一致で外国との戦争を戦われ、そして植民地になるのを防ぎ、日本の国家危機用の危機的状況を打破されたのでございます。そして彼らの残してくださった足跡というものを土足で踏みじるような真似は決してあってはならず、日の丸君が代を冒涜する左翼連中を血祭りにあげろ、祭りにあげろどうです、左翼大戦人の山を伊藤さんが歌う通り、私がそんなに立派ではないということは確かだ。伊藤さんの電話中です。ライブを演説を箇条書きにするか文章にするかっていうものすごいなんかどうでもいい問題なんだけどね。限りなく文章に箇条書きの方がいいんじゃん。見してとりあえず。あ、さっきの続きなんだけど、昨日だっけ、昨日だ、土屋さんと三太郎さんと伊藤さんと私の4人でマックで話してたじゃないですか。もう政治運動の人とはちょっと一線を置いて、もう右翼とか左翼じゃない方に目向けたいっていう話をしてた時、
その後に伊藤さんと2人で話して、本当に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 もう本当に政治運動の人たちとはもう一線を置いて、私たちは私たちで若い人をつかもうっていう話をして、で例えばそれができたらすごいことじゃないですか。何今いいとこだったのに。あ、うん、うん、カッパ、うん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 、いいよ、うん、じゃあね、早く、いや、早くちょっと、いや、今、微動中、うん、じゃあね。よいしょ。すいません、あ、全部、あれ、どこで喋ったんだっけ。あれって、そうやって土屋さんとかに当たり前に言われて、ライブハウスでお客さん掴むような、まあその、そういう発想自体がもうなかったの、全然、恐ろしいことに。で、ライブハウスも敵で、こうやって出入り禁止に3回なってるから、敵で、客も戦後民主主義に毒されきった、背筋主義者と物質主義者みたいに思ってて、それがすごい自分で怖かった。こんにちは、4月18日です。3時過ぎです。今回の4月26日のライブで、ね、私最初演説しようかなと思ったんだよね、うん、でもそれがすごい個人的な演説になっちゃうから、うん、やめた方がいいってことになってやめたんだよね。今からそのボツになった演説を呼びます。アンチノックの皆様、私事ですが、私はつい最近まで右翼団体に所属していました。平成11年3月18日付でその団体を辞めました。今のこの国の、そしてこの社会の息苦しさ、選挙権をいくら行使しても自分の一票では何も変わりようもないほど肥大化した間接民主主義と議員内閣制、国家に対する無力感と、そして歴史や社会から生まれながらに分断され浮遊するだけの子に耐えきれなくなった時、そこに民族主義があっただけの話です。街宣車を乗り回し、スピーカーから軍歌を大音量で垂れ流し、街中に騒音をまき散らすことだけで何かこの国に貢献しているという錯覚に陥れるお手軽な充実感、拡声器を持って駅前を陣取り戦後民主主義粉砕と叫べば、本当にこの汚物のような吐きだめのような戦後日本が何か変わるのか、この社会に風穴を開けたいと懇願しながらも、そういった我々の姿そのものが戦後日本の休日ののどかな昼下がりの風物詩になり下がるほどに、この国はうだるような平和に支配されているのか、無力感に打ちのめされて気づくのは英霊、そして自分で勝手に作り上げた幻の祖国、そして天皇陛下という何か大きくて絶対のものに帰属したい、すがりたい、つながりたいという個人的な願望です。命を懸けられるほどの、衣を捨てるほどの祖国というものに、私は私が生きている間に巡り合うことはできないのでしょうか。祖国への、民族への帰属意識を上辺だけのことで紛らわすことはこの国においてはたやすいことです。自己確認のための意味のない会話、セックス、スポーツ、スクリーン、サブカルチャー、ピアスにタトゥーに、娯楽のためだけのプロパガンダ、暇つぶしならこの国には溢れてる。私はただこの時代にあってこの国に生まれ、アメリカの核の檻の中でのうのうと餌だけを与えられて、家畜のように声太る、そんな生き方をしたくない、ただそれを選択しただけですっていうようなね、作文っていうかね、演説をね、初めて民族化を抜けた今やろうと思ったんだけど、国家と自分を絡めつつの演説だと絶対にボロが出ちゃうの、絶対に全部が嘘になっちゃうんだけど、実は一番こう悩んでるところが国家と個人とのなんかさ、重なる部分であってさ、あったりとか、私はするわけなのよ。いや、俺は全然違う。だ、伊藤さん、あんた違ってって言うけどさ、私は今読んだようなことが言いたいね。でもダメなの、ダメっていうか、なんとかかんとか粉砕、お前らもこの国を立て直す義務があるとか言っちゃうと、もしかしたら天皇陛下とかに私が依存してるんじゃないかなっていう
疑問は絶対に口が裂けても言えなくなる。なんで怒ってんの、お父さん。なんで怒ってんの。ねえ。全然怒ってない。じゃあなんでそうやってムッとしてんの。だって言うじゃん、そうやって言ってたじゃん。なんかそうやって話せば話すほど人にガーッと言えなくなってくるっていうのは昔から言ってたじゃない、凱旋してる時でも。だから言いたいことはさ、変にひねくれるだったら、ひねくれてるわけじゃない、個人の素直な感情としてそれがあるってことよ。私もう君は分かってくれない、土屋さんしか私のこと分かってくれない。まあ聞いてよ俺の話を、うん、なその年に言うときとかやっぱりさ、いろいろ俺は一日一回は死にたいとかって考えるような、そう、うん、そういうことよ。だからさ、うん、でもさ一日一回さ、俺は世のため人のために頑張るぞとかさ、熱い気持ちもなるじゃん。だからさ、その一心赤星族ではさ、じゃあそういう、あ、頑張るぞのところ、そうそうそう、頑張るぞのところを、うん、出せばいいんだしさ、うん、だからまあ、頑張るぞで行く、頑張るぞで行く。一心赤星族は人に説教垂れるよ、資格もないのに。で、そう、どうしようもないとか土屋さんに取ってもやってもらう、今のところそれしかないし。私のどうしようもないところは、日本の国体、天皇陛下という美しい物語を信じることによって、この醜い世の中から実は逃げているところ。社会を変えるには、本当は自分自身を変えるしかないということを知っているくせに、大きな敵を作ってごまかしているところ。私がやっても何も変わらないっていうのを作ってしまった全体的なそのシステムってのは一体何かなってことを考えた時に、これやっぱり天皇制をね考えちゃうんですよ。その時に多様性が、多様な人間がいていいはずだっていうことを、天皇制があることによって、あの人は権力とね権威を分けるっていうのはものすごい知恵なんだよ。大東亜戦争をやってきてのものすごい日本の知恵、知恵の、そう、権力と権威を分けるっていうのは、だ権威なの、うん、だから精神的権威、知恵だと思う、知恵だと思うけど、俺はそれすごいつまんないと思って。なんで、だってそんな権威いらないもん俺。なんで、私はいるもん、私はいるもん、私は生きていけないもん、俺一人で頑張りたい、もう陛下がいなきゃ生きていけないもん。私そこなの、俺が言いたいのは、私はいいの別に、陛下とかね霊霊とかそういうものにすがってしか生きていけない、こんな人間がいることを目の前にしていらないって言うんですか、あなたは。土屋さんは個人が頑張れ頑張れ、うん、頑張れ、私はいる、踏ん張れ踏ん張れ踏ん張れ、個人が自立して自立できないもん。だって何を信じてるの、この混沌とした社会の中で。まあだからそれはそういう万世一系、まあなんていうかな、そういう大きな物語がありますよね。そう、カチッとした物語が、うん、そのカチッとした物語は、俺はもうね、そんな大きなものだから、作られた物語で、そんなもんに俺は、いや作られたものだからこそ信じるんだよ。そう、それはわかる、それはわかるんだけど、そういうのに信じる自分が俺は、なんていうか嫌なの。じゃあ僕は嫌なんだけど、私はもう、私が信じてるのは幻の天皇陛下だし、幻の日本、幻の祖国、幻の英霊、みんな、だから嫌がって死んだ人がいるなんてことはまず置いといて、みんな国のために死んでくれたっていう幻の英霊にすがって生きてるだけなの、うん、それにもうそういう人たちがいた、その上に立ってると思うこと自体がどれほどその精神を当てさせたの。だって私の評価でいくと、私は最悪、最低最悪だもん。自己評価は自分のことを0点てかマイナス。だから私伊藤さん見てて分かると思うけど、私は常に心の競争を常に作ってるでしょ。俺は全然作らんからね。私でもすごい作ってるの知ってるでしょ、うん、で ある一時期はその人の名前しか連発しない時があるでしょ。今土屋さんのことばっかり言ってるでしょ。こうしたら土屋さんはどう思うか、こういうことを取ったら土屋さんはどう思うか、そればっかり言ってるでしょ。でも俺は否定しんだ。否定しないけど、だから私はいつもそうなの。常にその人がどう思うかっていうのを常に作ってないと絶対ダメ。自己評価はだから普通の人の評価はここで、
ここだから私が自分を見てここの基準には私は達していないからっていうここの基準があるわけですよ、うん、それはだって勝手にみんなが決めた評価 の基準線でしょ。そんなのを基準にしてその上で自分の評価はこの辺だろうなこの辺だろうな 30% ぐらいだろうなってバカらしいですよ。そんなのそういうのはやめてほしいと思ってるんですよ。そういうそんな自分で評価して他人の評価で依存しちゃうのの気持ちはわかるけどそうじゃなくてそういうのは情けない自分で俺がいいんだったらいいじゃんっていうさそういうのでガーっていった方がかっこいいと思う。そうかと己の進んだところやるしかないしよ。そんな一言マジかって何も言ってないから違う違う、だから土屋さんは土屋さんを信じるところやるべきだし私何も信じてないもん。私信じるものがなくて困ってたからいや、要するに自分が納得できるかどうかですよ。自分が納得するって人が納得したからしょうがないの。私自分の納得なんて二の次だもん。私の尊敬してる人が認めてくれることが私の納得なの。自分が自主的に納得することなんて絶対にありえない。何したって人がいいよって言ってくれたらそれはいいんだし、でも自分が納得することやってなおかつ尊敬してくれる人が納得してくれたらそれほど幸せないでしょ。そうですね。でもね、私ね自分の納得っていうのは自分ないから本当にないんですよ。本当にないんですよ。本当にないの。そんなに何かも言うほどないの。ある意味私は本当に自分なんてものはないんですよ。もう突き詰めてもう自殺未遂とかしまくってもう 私って何次元でもソフィーの世界みたいなのがガーッと言ってね言ったらないんですよ。そんなものはないの。だから何か信じられるものがあってこれじゃない分かってくれるっていうものがいてそこにガッと言ってる時が一番幸せでその人に認められてる時が一番幸せで私なんて全然ないの。ないの。ない絶対ない。絶対ないってない。本当にない。これ読めた。ダメ。先ほどより3時間経過。さっき言おうとしてたのは、私すごい最近前土屋さんが私のこと好きなんじゃないかとすごい悩んでたんだけど土屋さんが私のこと好きなんじゃなくて私が土屋さんのこと好きなような気がしてきていろんな人に相談しまくってて今日なんか伊藤さんに私土屋さんのこと好きかもしれないいや多分好きだから土屋さんに言ってって言ったろんだろ伊藤さんに。そしたらねだから電話して伊藤さんが土屋さんに電話して雨宮さんがすごい土屋さんのことね好きなんだってってね伊藤さんに言ってもらうと思ったの。だけど伊藤さんに言うと なんで俺がそんな言葉で言ういやいやいややんなくちゃいけないのとかってすごいバカにされてそんだっけそれでさっきそれ言おうと思ったらすごい恥ずかしくてやめたん。可愛いよね私、うん、自分でも可愛いなと思う。明日はとうとうライブです。そこで私が明日天皇陛下万歳をねするって言ったの。それはねなんか私と天皇陛下がなんでつながるかっていうとこをまず土屋さんとかに分かってもらいたいから天皇陛下万歳をするって言ってもしかしたらできないかもしれない。それは本番になってみないと分かんないんだけどとにかく天皇陛下万歳で明日は締める、うん、今回からは絶対に身内が来るってことを前提にしなくて本当にそこにたまたま居合わせただけのライブハウスのお客さんっていう若者にやっていきたいと思ってる。だから明日は出入り禁止とかなんなければいいな。これね、やっぱりね、演説をね、もういろいろね、暴言書いちゃう可能性は俺十分あるからね、うん、紙に書く。紙に書くの？うん。
ではただいまより維新脊髄塾第4次ヤルタポツダム体制打倒決起集会を挙行いたします。伊藤秀人同士による熱き予告の歌でございます、ただいまご紹介を預かりました維新脊髄塾の伊藤と言います、まず軽く自己紹介させていただきます、中央の歌を歌っておられる天宮同士、そしてこの僕伊藤ですけど、私たちは、民族派、いわゆる右翼という右翼団体につい先ほどまで先月までですか所属していたものでございます。ギターを弾いておられる田中同士はいわゆる左側陣営の人間でございます。我々は左右共闘を目指し、左右合作、そしてもうこれからの時代は右翼も左翼も関係がないという認識に立って我々はこのようなバンドを、やっているのでございます。では、私の訴えを聞いていただきたいと思います。私どもが何故このように後方には日の丸を掲げライブの冒頭では君が代を斉唱するのか、まずもって説明させていただきたいと存じます。私が最も強調したいのは日の丸君が代を侮辱することなかれ、土足で踏みにじるような丸だけは決してあってはならぬということのみでございます。我々のご先祖様は日の丸を掲げ君が代を斉唱し、挙国一致新民一体となって烈火のごとく邁進してくださいました。いわば日の丸君が代はその時代を生きたご先輩方のご努力の結晶に他ならず、これら数えきれぬほどの多くの血と汗と涙の上に今の現代社会が存在しているのであります。我々の生活はそのような人々の尊い人柱の上に成り立っているということを今一度皆様方に考えてみてもらいたく、私はこのような訴えをしているのでございます。
次のライブの日程がその場で決まった。維新赤星塾は出入り禁止にならなかった。私は嬉しかった。自分のことのように嬉しかった。天皇陛下万歳を叫ぶバンドを心から応援していることに私は気づいた。僕たちにとってこれからが真剣勝負だ。僕はどんなにかっこ悪くても馬鹿正直に一生懸命にやっていきたいと思っている。私は一歩踏み出せたと思う。自分自身の言葉で私と世の中、個人と国家のことを考えられるようになった。社会と自分の力でつながれるかもしれない。終わった瞬間に二人で今日、うん、終わって初めて交わした言葉はもう今日バッチリだったって、お互いがそれを同時に出てきたんですよ。右とか左とかに目向けないで、客とかに目向けてライブハウスにたまたまいた。そしたら土屋さんが絶対客ついてくるって言ってくれたじゃないですか。そのこと、それが自信になったの。そんな自信、そんなこと考えてもいなかったもん。まさか、だからそういう人はうわー右翼だってひんなダメで見られて、だからそういう人が敵だと思ってたの私は。それたまたまライブハウスに合わせられる人なんて、気持ちを引きつけようなんてことは考えてもいなくて、身内を満足させよう、うんうん、おお、いい右翼バンドやってんな右側陣営の先輩方に失礼がないようにとか、そんなことばっか考えてて、左側陣営の先輩方にも失礼がないように、うん、そんなことばっか考えて、うん、一般大衆の人々には失礼ばっかしてたんですよ、僕って本当に、うんうん、そういうところで変な気遣いばっかしちゃって、うん、でそれは逆に一般大衆にも失礼だし、うん、その先輩方にも失礼だし、うん、自分たちにもそんなこと、自分たちで自分が一番 いけないんですよ、そんなことやってちゃ、うんうん、本当の意味で真摯に本当にやっていくことが自分のためでもあり、うん、社会のためになれれば僕は嬉しいし、うん、それを感銘してくれる人がいれば僕はすごい嬉しいし、それ一番ベストですよ。自分のためにやってて、なおかつ、ね、土屋さんのおかげなのね。土屋さんにお知らせとか多いですね。いやいや、そんな土屋さんにノーベル賞あげたいぐらい私がノーベルだったらノーベルって何か知らないけどさ、私がノーベルだったらノーベル賞あげる。なんでノーベル知らんの。火薬作った人、火薬。そうなんだ。じゃあ爆弾作った人、火薬は違う。いや、良かったですね。なんかいい日だな、今日は。いい日だな、本当、うん、土屋さんもたくさん褒められるしね。いいですよおかしい意味なんですよ、天皇陛下は、うん、意味なの、うん、私にとっては生きる意味なの。気持ちは分かる、気持ちは分かるけど、自分の意味見つけたいじゃん。変えるのは自分たちで変えたいと思うの。何をどう変えるの。それを信じてる人も利用してるんですよ。でも何でもかんでも天皇陛下のテンションが楽なんだっていうか、そこで殴り合いでもしてくれば大丈夫。道徳なんだよ、システムじゃないんだよ、ね、その時泣き出すよ、この人。分かってるんですよ、天皇に。私みたいな小娘が典型的なバカ女が天皇陛下に依存しなくちゃいけないぐらいのこの国とか社会はおかしいってことはすっごい分かってる、うん、そういう自覚はあるんですよ、うん、個人個人が自由に。やだ、そんな風にしたら私どうやって生きていけばいいの。なんでそんな寂しい。なんでいじけるの。だってさ寂しいじゃないですか。話しても分かんないんで分かってくれないんだよ。今信じられるものも天皇陛下しかないもん。自分以外の人信じなくたっていいじゃない。やだ、私なんて自分のこと一番好きなんだって。分かる、それも分かるけど、やばい、うん、
電車が早く走るようになれば仕事も増えるだけ、切り札は地獄の沙汰も頑張り次第、科学者のスピードはあまりにも速すぎて、哲学者は全然それに追いつけやしない、それは役に立つのか、それは合理的なのか、それは役に立つのか、それは合理的なのか、それは何にとってだ、それって何なんだ、新しい神様の名前は何て言うのだろう、新しい神様はいつ現れるというのだろう、新しい神様がいれば終わってしまう、私たち3人は何度も話した。いろんなところが違っていたけれど何度も話した。話すことによってお互い分かり合えたと思う。違うところが違うまま分かり合えたと思う。私はこういう関係がいくつも重なり合うことによって社会が形作られればいいと思っている。私が信じることのできる国家、そして私の物語はそこからしか始まらないのだ。天宮さんと伊藤さんもきっとそう思っているはずだ。なんか雨宮さんに今までちゃんと言ってなかったことがあって、それはなんかすごいありきたりっつうか、あの恥ずかしかったから言わなかったんですけど、やっぱ雨宮さんが自分のことをなんかどうでもいいとか役立たずみたいなことを言ってたりしてたんですけど、なんか話してきて俺から見たらなんかすごい全然そのことなくて、なんか自分の言葉を持ってるなっていうふうに思って、なんか俺なんかその辺全然ダメで、そういうアーミヤさんが俺にはなんか必要なんです。だからなんか価値がないみたいな、なんかそういうそんなことないから、まあそういうことです。今土屋さんに何カメラ返せって言われた。こうやってね、あの人は私たちから離れていくのよ。ついにさ、本性を表したよ、あの男。何事？今さらカメラ返せだなんて。私これからどうやって生きていけばいいんだろう、カメラなしで。ねえ。